海と日本。人と海とのつながりを深める海と日本プロジェクト in 宮崎海活インタビュー。今回は海岸の清掃に取り組む日高雄二さんです。私にとって海とは感謝ですね。海から多くの恵み、それから癒し、いろんなものを私たちは受けていると思うんです。それで、恩返しのつもりで清掃しております。ここは門川町の向かいが浜。毎年6月から7月にかけて赤ウミガメの産卵地となります。日高さんはこんなに素晴らしい環境を大切にしたいと、仲間と一緒に砂浜と赤ウミガメの保護に取り組んでいます。海辺に近いところに産卵した場合は、ちょっと上の方に移動して、保護することもあります。孵化は約平均60日ぐらいですね。孵化が近づきますと、近所の子どもさんとか幼稚園の子どもさんとかを呼んで、放流を手伝ってもらっております。やっぱ最近はですね、河川からの流木等が非常に多くなりまして、以前に比べますと地形も徐々に変わりつつあるので、できるだけ自然に帰るように努力しています。私は小さい頃、じいさんと馬と牛に乗ってこの海岸を散歩していました。そういう環境をですね、子どもたちにいつまでも残してやりたいと、そういうふうに考えています。幼い頃の思い出を胸に、保護に取り組む日高さんでした。